絶好調人よし、じゃあおはようございます。今日も行ったりますかね。今日は清しこの夜かな。行ってみましょう。なくそ、あそこで絶対レが1個抜けるんよね。この癖がなかなか治らない。はい、そんな感じで昨日上を向いて歩こうしたよね。すいません、昨日も清この夜かぶってたら YouTube を見直してないので。で、明日は練習中の上を、あ、違った、見上げてごらんかね。こんな感じで、で昨日は結構ね、毎日人の誰かの前で吹かせてもらえてるので、昨日は喫茶店に行って、日頃ね、週に1回行くとこの喫茶店に行って吹かせてもらって、でお客さん、昨日はお客様がいるところでいるのに吹かせてもらって、すごいすごいありがたかったですね。もうとにかく実践が一番上手くなる秘訣なので。よし、今日のひとりさんの言霊は、いつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対に起きない。笑顔は幸せ行きのパスポートだから、笑顔の人は不幸せな方には行けないようになっているんです。逆にしかめ面している人は不幸行きのパスポートを持っているから、どんなことをしても幸せになれないんですよ。でもあなたは大丈夫ですよ。その笑顔なら最高に幸せなところに行けますよ。はい、ありがとうございます。昨日はね、キックの試合があって、で1ラウンド KO 負けというね、結果になったけど、そうね、もうめっちゃ素質もあって、ほんと凄まじい蹴りが出てね、うわって思ったんやけど、やっぱりね、顔面に慣れてないんでね、顔面一発食らって終わりましたね。はい、そう、世の中ね、こうやっぱ一歩ずつ階段上がっていくんやなと思わせていただきました。でもね、うちは勝っても負けても笑顔で帰るので、最後笑顔で写真撮って、で昨日はなんちってもね、アベンジャーズのエンドゲーム、最終章を見て、それにつながるね、時系列の、関連映画を全部、この緊急事態宣言の間にね、だからもう本当、この7月の終わり、カード詐欺にあった事件から、ね、いろいろハプニングがあって、で緊急事態宣言が、でもあのカード詐欺にあったおかげでディズニープラスに入れたしね、1年間無料という、でディズニープラスに入れたおかげで、こうやってね、緊急事態宣言の間のもうほんとあっちゅう間の2週間ですよ。もうなんかちょっとね、いつも言うように土日でいろんなことがあるので、月火は心と体のね、超回復って言ってるだけに、ちょっと超回復させようかなと思います。でちょうどいいことに今日明日がこう車検なんでね、で車もちょっとなくなるので、いや本当ね、なんかいつも思うんやけど、俺を中心に回ってるなって、全てのことが俺が宇宙なんやなっていつも思いますね。
そんな感じで終わろう。 よし、じゃあ何昨日、でも本当にひとりさんのように昨日もね、一日笑顔で、ワクワクしながら楽しみながら一日過ごせたので、笑顔でよかったね。はい、ほほははは、ほほははは、イエーイ、いいぞ、いいぞ、イエーイと、明日はお母さんなんでね、お母さん会いに行くのを忘れないようにしとかないとね。 よし、大丈夫でしょかよ。大丈夫、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 なんとかなるでしょかよ。なんとかなる、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 ついてるでしょかよ。ついてる、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 ついてる。高評価ボタン、チャンネル登録、体に話、メンタルに話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。よし、終わりましょう。笑顔作って終わります。ついてる笑顔で。いいね。もう10分以内いいね。昨日ラオウとも話しよって、もう10分ぐらいじゃないと見れんもんねとか言って言おって。ね、これ、裏に林のですって これ書いとかないとね、誰か使うんですよ。何回言ってもね、みんなに言ったんやけど、いや使ってませんよって言われて、熱烈な俺のファンがおるんやなと。じゃあ違う違う違う、終わろう。